逆転クオリア逆転クオリアは心の哲学で議論される思考実験の一つ。同じ物理的刺激に対し異なる質的経験が体験されている可能性を考える思考実験である。逆転スペクトルとも呼ばれる。色覚の赤と緑が入れ替わっている例が代表的例として論じられるが他の感覚要素の場合でも論じられる。この思考実験の内容は次のようなものである。 同じ赤色に相当する周波数の光を受け取っていることなる人間は同じ質感を経験しているのかひょっとすると全く違う質感を経験しているのではないか例えばあなたが売れたトマトを見ている時に感じる色、これが別の人には全く違う質感で感じられているかもしれない。こうした形の議論はイギリスの哲学者ジョン・ロックが1690年に発表した。 人間知性論の中ですでに見られる。ロックは物体の寸法、形、運動をどれだけ詳しく調べても、そこから得られる色、味、音などについての知識は得られないということを論じた。現代哲学においては主にシドニーシューメーカー、ネドブロックの影響で有名となった。この思考実験には様々な応答がある。以下、主なものをいくつか列挙する。 クオリアの入れ替えの議論は多くの派生議論を持つ。入れ替えではなく特定の質感だけが欠如することを想定する議論であるクオリア欠如、クオリアが完全に欠落した存在である哲学的ゾンビの議論などがある。ありがとうございます。